どうもー、お久しぶりです。皆さん、お待たせして本当に申し訳ございませんでした。私の名前はですね、暗黒放送という配信をやっているですね、ニコニコ生放送最後の最後の砦こと、ですね、バークレー横山と言います。よろしくお願いします。暗黒放送15周年目をね、突破しているニコニコ生放送最後の砦です。いやーね、1週間配信できなくて本当に申し訳ございませんでした。大変長らくお待たせいたしました。ですね、1週間ぶりの放送となります。横山と申します。A 版にはならなかったけど、前回のですね、1週間前の配信で、動画を流したところですね、UMI、UMI、UMI、UMALU というね、ふざけた音楽が、年代変化でね、トゥンブビービービーっていう、耳障りの歌あるじゃないですか。アニメの、なんか、お兄ちゃんとテンパラプーっていう歌。あったでしょ？ UMI、UMI、なんとかかんとか、ウマルーっていう歌。ティッティッドポーっていう、変な、なんか歌あるじゃん。あれを流したところですね、テレビ9社から訴えられまして、バン食らいました。二度と、ウマルは流しません。二度と、永久にウマルは流しません。あいつのせいで訴えやられたからな。いや、本当に、まあね、でもまあ僕が悪いです。今後はもう反省点もあったんで、やはり気をつけます。いやー、お疲れ様ですね。メキシコンつうか、もうね、プロ野球の話、ワールドカップ、ブリザーズカップから言うけど、ワールド BC か。ワールド BC の話からしますけど、なんかさ、まあ、メキシコ応援してたっていうよりも、なんかその、日本のこの空騒ぎがちょっと、なんか、怖いなって感じてるかな。これ多分僕だけの感覚かもしれんけど、わかるよ。勝って嬉しい気持ちはわかるけど、この、ね、応援するのはいいんだけどさ、じゃ、なんだろうね。要はさ、選手がね、三振とかね、チャンスでミスすると、やじを飛ばしたり、帰れとかさ、船から降りろとか、そういうこと言ってるやつを見ると、なんかこんなやつに応援されたくないなと思っちゃうんですよ。選手は一生懸命真剣に球を追っかけてさ、バット振ってんにもかかわらず、結果が出ないだけであそこまでやじ言われていいのかなと思っちゃったんです。だから俺かわいそうでさ、それ見てて。早く楽にさせてあげたいと思って。早く楽にさせてあげたい。本当に。選手の皆さんに。本当によく頑張ってる。もうこの時点でいいじゃん、もう。どうせお金かけてんだろ、どうせ。なあ。それしか見てねえんだから。まあいいよ、別に。まあ、決勝っていつ？ちなみに。メキシコに勝って、ギリギリ勝ったけど、なあ。メキシコにギリ、今日？休ませないの？休ませずにそのまま試合出させるんだ。はじゃあ今このね、向こうのアメリカからこの暗黒放送を見てる日本の選手の皆さん、明日頑張ってくださいね。何時からやるの明日。見といてね。誰も見てね。あ、そう。8時か。早っ。どうせまた実況するんだろうね。他の配信者たちがこぞって実況して、な、やるんだろうな。俺もちょろっと見てたけどさ、メキシコ戦。どう見てもフォアボール多すぎるじゃん。あれはメキシコ側に助けられたんだからさ。メキシコのピッチャーが濃紺すぎてさ、フォアボール、スクイズ、ヒット。本当にね、濃紺だよな。メキシコのピッチャーって。あとさ、スライディングさ、ね、スライディングでも明らかにタッチなのに、くぐり抜けたのに謎のアウトもあったしさ。まあ別に見てくださいよ。だから、そうだ、ほんでバンされたことに関してだけど、レッドキャットさんを疑ってしまったことを深く申し上げます。ごめんなさい。ね。15時さんとレッドキャットさんに悪口通報されてバンされたと一瞬でも思い込んだ自分が恥ずかしかったです。本当にすいませんでした。レッドキャット15時さん、すいませんでした。
まだ歌い、まだやられてないらしくて、ね、気をつけます。だからみんなも無理せんといてね。無理せんといてね、本当に。というわけでですね、まあ、今日はほんとポロッとやります。いや、ほんとさっきはね、僕今日ずっとね、ワールドカップにも面白かったのが、まあ、さっき自分のスペースでも話したけど、立花隆 VS 川上信夫の世紀の一戦、これがね、本当にまあ面白くて、ずっと見てね、楽しんでました。面白くなかった、ね、もう顔真っ赤にして汗だくになってね、立花さんの会話を止めてまで、それ違うでしょ、この人で話になりませんとか言ってたりさ、もう川上信夫のね、もうズタボロぶり、もうこれさ、ね、これ信夫ね、川上会長、とりあえず感想、立花氏がすぐに対談しましょうというのは大抵の人には脅しになるでもともと思ってたけど、間違いだった、後から言わんでほしいな、大抵じゃなくて全ての人への脅しだった、それをその場で言えばいいのにな。あんなのとだよ、あんなのと対談したい人なんていないだろう、会話が成立しないしって。僕が昔栗田さんに言われたセリフ、そのままのこと言われたわ、ね、議員なのに議論ができないの草っていうこと忘れんないかいからな、あれは。もちろんですね、これに対するですね、レスポンス、もうね、もうボロクソですよ、まあ、とにかく、ね、噛み合わないだとか、コントみたいだとか、立花劇場の脇役だとか、なあ、ね、でも相当怒ってたね。あれはプライドズタズタだから、多分ね、一生これ根に持つと思いますよ。川上会長、多分二度と出てこないだろうな、討論は。いや、面白かった、見てみて。俺は面白かったから。ね、見てみて。川上はくちゃくちゃうるさかった。とんでもない、あるじゃん。めちゃめちゃ汗かいてなかった。めちゃくちゃ汗かいてたのだけ気になったわ。うん、赤っ端がな。あとなんかニュースあった？俺がいなかった1週間ってどうだった、ニコ生。ねえ。この横山みどりがニコ生やらなかった1週間はいかがでした？別にいなくてもよかったか、いなくてもよかったか、ね、他でやればいい。これ連投してるやつ NG 入れときますね、1匹。すいません、運営さん、こういう嵐のやつ NG 入れさせて、すぐに NG ユーザーにぶち込む方法を教えてください。配信妨害してくるんで、この人一緒ユーザー NG で OK、 すいませんね、妨害行為は。楽しかった？じゃ楽しくないでしょ、だって面白い。ちなみに僕は全く見なかった。他の放送バンされてる最中、他の配信見るとイライラするから一切見なかった。あとなんかニュースはなかったの？メジロがデカモモハウスに引っ越した？あ、そうなんだ。へえ。どうせなんだかんだ言って喧嘩してやり捨てするのはメジロ方式だから。なんとなくわかるけどね。どうせなんか喧嘩をこしらえてやるんじゃない？サンジが納税したらしい？どうせ納税って言ってもさ、袋にさ、令和5年の5の部分だけ数字打っただけじゃん。それを、はい、見せて、はい、これやりましたって言ってるだけじゃん。だって本当にやってたんとしたら、税務署のハンコペタンって押されて初めて、はい、これって言えばいいのに、あんなどこでももらえる紙をさ、令和の5って書いて、はい、やりましたって言われても、信憑性ないじゃん。一日でどこまでやったの？ね。一日であんなに早くできるんだと思って、レシート書き集めて。へえーと思ってさ。ね、ガソリン代しか出してないんだね、君って。和尚が眠子の手紙燃やす配信、あ、それ知ってるわ。あれ引いたよな。俺、和尚っていうやつの人間性があれは良くないよ。だってもらった手紙を読み上げて、リスナーにさらして、それをフライパンに入れて油かけて燃やしてさ、俺、ああいうやつって本当に許せないっていうか、なんか、ゲスだね。ね、関西ってさ、ああいうことが好きなの。ね、和尚さんってさ、大阪の人間で笑いに、ひどすぎるよね、あれは。あれはかわいそうだわ。いや、ゲスですよ、あれは。やっちゃいかんことだよ。だって、フライパンでさ、燃やすんだよ。人の手紙をみんなの前で読み上げて。ネタとしても寒いし、やってる行為もちょっと悪質だなと思ったわ。
アフラン離婚？まあ、しょうがないな。だって、ね、家族に力入れずに、メイドカフェにうつつ抜かして力入れてんでしょ？しょうがなくない？だって家族に力入れるんじゃなくて、ね、キナキューとか呼んだメイドカフェに力入れてるんだもん。性懲りもなく。ほんで、なんか、ね、衛生料理の資格も持ってるかどうかわからんけどさ。で、リスナーさんの質問には答えない人なんでしょ？申し分なくもう、ね、それは漏れなく離婚されても、まあ仕方ないんじゃないのかな、と思ったけど。あ、連投してる人はちょっとごめんなさい。うちの放送、連投禁止なんで。書いてある通り連投禁止なんで。よいしょ。すいません。連投行為だけはやめてください。僕の悪口書くのは結構ですけど、連投行為だけはお控えください。すいませんね。でもまあ今日はね、もうさっきスペースやらなきゃいけないんだ。スペースで全部喋っちゃったからさ。スペースで。お前この服なんで着てるんだよ。この服？この服は専門学校の時だから、20歳から。だから、20年もののブランドですよ。古着の中でも20年ものの、俺が専門学校の時からこれ着てるんだけど。よく気づいたね。ずーっとこれだけはね、このブランドだけは、どこのブランドなんだろう。うちのお母さんに買ってもらったやつ、昔。生きてた頃。これ、なんつうブランド？誰か教えてくださいよ、このブランド。なんかチェックの、赤のチェックの。20年ぶりぐらい、20年ぶりぐらい来てる。専門学校の名古屋で俺が学生やってた、これは。知りません。チャイナでしょ？でも特に復活してもさ、みんな明日のワールドカップのために寝てるでしょ？ね、明日のワールドカップのために寝てるんでしょ？どうせ。ね、こんな暗黒放送なんかをシカトして、せっかく人がさ、復活したのに。野球なんて結果でしかないからさ。俺は見ないよ。見るとイライラするから。見るとイライラするからさ。ワールドブリザードカップの実況しろ？しません。だって選手が分かんないんだから。今の選手見たところで全然分かんないし、ついていけないから。だから実況のしようがないよ。一人も分からんかったもん、ちなみに言うと。イチローもいないしさ。だから分かんないよ、今の野球は。村上って言ってもまあ、ねえ、今日、二塁打打った人でしょ？最後に。いや、ただ大騒ぎ、イエターとか騒ぐ、ね、甲高い声で、イエターとかさ、大騒ぎしてさ、騒ぐぐらいなら誰でも演技でできるけど、やりたくないじゃん。そんなみっともない真似。野球見て、ね、12人目の選手みたいなふりをして。俺は黙ってね、こうやって腕を組んで、こうやって野球見たいタイプなのね。わざわざ大声、奇声を上げて朝から拍手したり、ね、一喜一憂するほど俺はね、暇じゃないんで。黙って見てた。腕組んで。だからいいです。だから楽しい人は楽しんでね。カッサンの放送を見とけば。なあ。わからん。実況、できるよ。できるけど別にいいかなと思ってるの。実況しなくても。ピッチャー、ちなみに僕野球めちゃくちゃ詳しいからね。他のにわかのさ、なんか猛虎とか加藤とか、なんかそこら辺のにわかいるじゃん。なんか野球好きの。みちょぱとか。じゃなくて、もともと野球やってたからね。ちゃんと小学校。小学4年生、5年生までは。6年生はサッカー部に行ったけど。いや、かぶせない、かぶせない。だから彼に譲ってあげるよ。好きなんでしょ、野球が。野球好きなんでしょ？どうぞどうぞ。ね。どうぞどうぞ。野球やってくださいよ、勝手に。見ない見ない。だって日本が勝つの分かってんだから。なあ、どうせ今日9回まで行ってさ、メキシコが勝つと思ってさ、途中で見るのやめたんですよ、君たちは。多分だけど、どうせ今日の9回ぐらいで、あ、4対3がこれで負けかなと思って、ね、もうテレビ見るの負けて、え、勝ってんじゃんと思って、
ショック受けたんでしょ？どうせ。な、途中で見るのやめて、何逆転されてんのかと思ってさ。な、いや、僕です。はい。正直言って負けたと思って、テレビ消して、寝てたら、ね、ね、こんな、ね、村上の悪口ばっかみんな言ってんだろうと思って、寝たら逆に勝ってたわ。うん、びっくりした。な、すごいですね。でもチャンスについてはすごいよな。ツイッターして、はい、負けたと思ってました。100%もう負けたと思ってた。そうしたらファーボールで、最後のピッチャーが本当に情けなくて、ファーボールとヒットと、ほんで、最後に打たれ、送りバントされて、ヒット1本で2本で負けた。逆転負けした。情けないピッチャーね。本当にダメだわ、あれは。日本、いや、全然。別に、まあね、ワールドカップはまた4年に1回だから、楽しいんだからいいんじゃないですか。野球、まあ、いや、でもさ、本当にプレッシャーの中で選手はやってんだから、俺、やじ言うやつが、もうね、なんだろうな、実況すんないけどね、やじを飛ばすやつが、やつがいると、もう見たくなくなるの。選手が頑張ってるのにもかかわらず、やじをね、うわーって言って、言うのを見ると、まあ、もう見なくていいやってなって、消しちゃうから。だからもう見てない。わからん。僕はやじ言わないよ。みんなに頑張ってほしいと思ってるし。もちろん日本が勝てばいいと思ってるけど、あえてそこはね、気持ちはね、選手側に向いてるから。和尚知らんわ、そんなやつ。でも今日もうスペースで喋っちゃったからな、基本的に。あ、別にいいじゃん、誰がどんな応援しようが。な、ダルビッシュ君にね、ツイッターでちょっと取り上げられちゃってからってね、舞い上がっちゃって。これさ、なんでこんなたかが33歳のニートのとこのことツイッターしてんのってさ、本当は嬉しいくせにな、わざわざさ、ちょっとでやめてくれよみたいな雰囲気出しやがってさ、な、脳内で勃起してるくせによ、ダルビッシュにちょっとだけさ、この丸々くんって誰って取り上げられたからって喜びさんじゃって、気持ち悪い。本当に気持ち悪いなと思って、あれ見て。ダルビッシュに認識されたかと、ことごときで舞い上がってんじゃねえぞと思ってさ。全然人でも羨ましくもない。俺は別に、ちなみに僕もね、芸能人に認識されてますから。小梅三太夫と2回も仕事をしたことありますからね。こう見えてもな、俺もな、芸能人の小梅三太夫っていうね、人と2回も仕事したことあるような仲だからな。そう、小梅三太夫っていうやつと。甲高い声を出す白い顔塗ったやつ。おっさん。そう、畜生というギャグ持ってる、あの人と。あと有名人で言うと、競輪小僧さんと、あとグラビアアイドルの、あの人。誰？グラビアアイドルのあいつ、あの人。もう終わっちゃったけど。あの人。名前忘れちゃった。有名な人、巨乳の。なんつう人やっけ？誰か書いて。名前忘れちゃった。誰だっけ？有名な人。誰だっけ？グラビアアイドルの。誰だったかな？えなこじゃない。忘れてた。あの人、有名な人。多分みんな知ってる人だよ。出てこないな。親方なんか違う。まあいいや。俺すぐ人の名前と顔忘れちゃうんだよ。まあいいや、そんな自慢、どうせ芸能人絡んだ自慢なんかどうだっていいからさ。いや、なんか最近さ、記憶力がどんどんとなくなってくるんで。えなこって別に、えなこさんってそこまで、なんかねえ、こう言っちゃなんだけど、そこまで、かわいい人ですか？ごめんなさい、僕の感覚でしかないんで、僕の感覚でしかないんですけど、そこまで俺、ねえ、人のことかわいいとか思ったことがないんで、あんまり。わかんないです。いや、まあ、人気があるのはわかりますけど、あまりわかんないです。はい。
いや、ゆい、別に消されたっていいよ。自分の彼女を振り返ってそれ言えるのか、どういうことですか。もういいだろ、人の顔のことなんか、もう結賀さんじゃありませんし、もういいよ、もうどうだっていいよ、はっきり言って。僕別に好みないです。女性に対して特に好みってないですね。別にどうだって、なんかもうね、そういうあれ、格好つけるような年齢じゃないし、誰かにモテモテになりたいですとか言うのもないし、なんかその今更ね、いい人ぶるつもりもないんで、全く。YouTube 再生数が6000まで落ちたマックス鈴木さん、マックス村井さんは？嘘でしょ。さ、連投しなくていいけど、マックス村井が YouTube 再生数6000まで落ちたって、そんな嘘だよ。信じられないよ。だからもういつオワコンになるんだってわかんないよ。この暗黒放送だってさ、オワコンだよ、実は。ねえ。なあ。何が5,900だよ。一週間配信しんかったらもうこんなに人が減るんだよ。なあ。一週間配信しないっつうだけで、こんなに人が減るんですよ、もう。やってられなくなるよ、本当に、バンって。もうニコニコ生放送全体が、こうなんの。一週間、たかが一週間、学校休んだらこうなるんですよ。だからってどこでも配信できないしさ。バンだよ、本当に。こんなさ、つまらんことに理由でバンされてさ。終わったわ、もう。だから僕もどん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 と、今後はね、落ちぶれます。先に言っとくわ。どん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 と暗黒放送も人が減って、どんどんかそって、うなちゃんまんみたいに、ね、家の中で管巻いて、一回読んだコメントをまたね、おいたんは、ね、昔は人気だったんだよね、って言いながら、お酒を飲んでさ、現実を忘れるような、そういう世界になるには決まってんだよ、もう。マナチャーマンって呼ばれるに決まってんだよ、そんなもん。分かってるよ、自分の、ね、未来ぐらい。分かってるから、別に。ペヤング食え、嫌だね、あんな辛いの。食えるわけねえだろ。ペヤング食って何が面白いの、逆に。ね、あんな辛いペヤング、むしゃむしゃ食って、辛い辛いって言いながら、なんか気持ち悪いさ、なんかこんな、ね、赤い、顔を緑色に塗ってさ、辛いから言いながら食ったところで、全然、ね、面白くないんで、やらないです。嫌です。もう無理だの分かってるんで、食べれないものを、食べ物で遊びたくないんです。もう無理なの分かってるから、無理なの。どんなものでも食えるけど、辛いものだけは食えないんですよ。悪いけど。だから無理です。情けないって言うのも、だって無理だもん。全く。ペヤングで食ったところでどうにもならんし、辛すぎてとにかく食えないから。辛すぎて食えないっていうのがあるから。だったら生でコオロギをガチャって捕まえて、その場でカクって食った方がまだ食えるわ。そっちの方が全然マシだわ。それぐらい無理なんですよ、辛いのは。いや、俺全然コオロギ食ったから、普通にコオロギだったら食えるよ。そんな辛いものは本当にダメなんですよ。辛いものは。だから無理です。この時期コオロギなんか売ってないよ。品川は当選しそうですか？当選するためにやってんじゃん。品川区議会議員は当選するためにやってますけど。落ちると分かってて勝負するバカがどこにいるんですか？今日の立花どうだった？まあ、完全に封じててね。ただ、まあ、ね、口がうまいから。まあ、詳しくはスペース見て、さっきの。スペースどうやって残すんだろうな、さっき見たことある。あと、またニコニコがさ、なんか、お金取ろうとしてるんで、気をつけてね、これ。デジタル資産型クリエイター応援アイテムニコニコパートナーズ。もちろん僕これ消しますけど、当然だからね。やる気ないから。もうさ、もうこんなのばっかやってんだよ、今。ね、ニコニコのクリエイター支援って言って。ほんでさ、出てるのが全部女。の、これもう予定パートナーとか言って、見てこれ。全員女だよ。女、女、女。何これ？ねえ。なんでこの人たちばっかり先にやられてんの？先行発売。もうやってられなくない？女ばっかり。ニコニコパートナーズ。ね。
発行予定クリエイター販売だって。はあ、もうさ、女しかいないんだなと思って、もう女にしか力入れたくないんかなと思うよ、うん、これは。いや、知らない人ばっかだし、もうだからこういうサイトに成り下がっちゃったんだよね。前からちょっと前からなんかそういうのに成り下がっちゃったんですよ、ニコニコって。お前もやれ。やりません、うん、あ、これ前からあったタオルで、これまあ、元ルーガさんのあれで、このタオル別にね、使えるから使ってるわけで、うん、呪物って書かないでください、うん、呪物でもなんでもない、うん、いやでもニコニコももう本当に今回のさ、超会議で決まると思ってるよ。今回の超会議で立花逮捕されるかもしれない。立花さんは逮捕される可能性は全然残されてると思ってるよ、うん、だからと僕のこれ僕の予想だけど、だからガーシーの責任取るとは言いつつ、党首も辞めたし、党の名前も変更したし、まあそれの可能性は全然、警察は何するか分からんからさ、狙ってると思うよ。特に選挙前、特にこの選挙のちょっと前に一気に一網打尽にしてやろうという気が知れないから、警察側が、うん、政治家女子48、あと政治家女子の48の党首の方がちょっと怒ってるか分からんけど、なんか話がある、話しましょうって聞いたんだけど、でもちょっと、うん、分かんないっつってる。だからアーロンとかは書くなよマジで、うん、だから、ね、でもさ、一応話来たんだけど、なんか、うん、日程は決めたけど中身をね教えてくれないから、だから保留してんだけど、何するんですかって中身が分かんないのにさ、一応日程はこの日って言うと押さえたらいいんだけど、じゃあもう決まりですねって言うのは、いや、ちょっと待ってて、中身聞いてないのに、とりあえず空いてる日はいつですかって聞いてあるから、この人行って、この人行ったんだけど、中身を教えて、じゃあこれで確定でいいですかって、いや、ちょっと待ってくださいって止めてるんだけど、中身言わずに俺が受けるわけないじゃん、どう見ても、ね、普通ってさ、中身はこうですけど大丈夫ですか、じゃあ日程っていう順番なのに、それを吹っ飛ばしていきなり日程だけ先に決めてさ、なんでこんな、うん、だから俺が怒って、いや、ちょっと待ってくださいって言ったら、何が不安間に入ってる、何か問題でもあるんでしょうかとか言うけどさ、うん、首なんかでさせるの、首なんか俺だから言おうかなと思ってさ、いろいろと立花さんばりにいろんなこと言っていいのかな、うん、でもそういう人とあんまり言うと俺がなんかさ、いじめてるみたいになっちゃうの嫌だからさ、うん、ね、いや言うけどね、思ってること、暗黒放送のコメント見せながら、これはこういうことですよ。でもそれ言うとね、ちょっとな、聞いたん、うわポロッと聞いたけどさ、前俺が暗黒放送でさ、政治家女子の動画バーって流したじゃん。それ見てなんか、こんな流すなって怒ってた人がいたらしいけど、本当かなそれ。やめてほしいんだけど、怒ってる、ガチで怒ってる人が党内にいたらしくて、何怒ってんだと思って、別に関係ねえだろうと思ってさ。俺はもう、いや、いちいちちょっと噂でしか聞いてないからさ、うん、首なんかされてないよ、だから、うん、そうやってさ、よく悪口かけるよな、うん、半魚人女子48とかさ、そういう悪口書くともう訴えられるよ今本当に、うん、そういうひどい悪口書くなよマジで、人の顔についてさ、それについていろいろと怒られてんだよ今俺マジで、本当にいろいろと言われてるからやめてって、本当に、うん、すげえなんかね、風当たりが今強くなってんですよ、風当たりが、女性からの、特に女性からの、政治家女子の人たちから久保田真奈美に対する、特にフォローは全くされてなかった、俺はフォローしてんのに大津さんからは全くフォローされてないのに、それなのにかかわらず対談しましょうってどういうことだと思います、大津さんからね、大津投手からフォローされ、俺だけ、他の人結構されてるにかかわらず、
なぜか知らんけど、ね、大津さんからはフォローされてないんですけど、俺フォローしてるのに。どうしてだと思う。なんでそれなのに対談で決着 つけたいとか言ってさ、まあいいけど別に、別に言いたいことは俺も腹を割って話すけど、そんなに仲良しハッピーとかってやらないよ絶対に。首別に関係ねえか、しないです、ならないし。うん、配信もちろん配信つけ、はい、配信でやるよ。あ、そうだ。そうだわ。やばいことがあったんだ。俺明日30万円、やばい。ちょっと待って、俺は30万円持って、行かなきゃ、振り込みに行かなきゃいけないんだった。明日朝からやることがいっぱいあるんですよ。明日、朝から、供託金。品川選挙の供託30万円。30万円かかるんで、30万円を納めてきます。はい。この、30万円をですね、納めてきます。法務局に行って。法務局に行って、30万円納めなきゃいけないので、納めてきます。30万円。納めてきて、選挙に出ます。お金かかるんですよ。市長選は100万円。参議院選挙は地方だと300万円で、僕は600万円でかかった。全国比例は600万円。ガーシーも600万円払ってる。うん、はい。当選確率 5% と言われてるけど、それはね、覆す。頑張る。頑張ります。頑張るしかない。でも落ちたらどうしよう、本当に。本当に落ちたらお金だけを失ってさ、立川から引っ越して。あと、ちょっともうこれもちょっと次枠で言っていいかな。相談があるんだけど、ガチの。まだ起きてくれてる人いる？それともワールドブリザーズカップ見る？ちょっと本当の困ってる相談があるんで、一旦終わっていい？次枠で。次枠いかんでもいいか、このまま話すか。これ真面目な相談なんだけど、聞いてもらっていいかな。ちょっとさ、トゥクトゥクなんだけど、僕の車ね、車なんだけど、もう車検が迫ってます。4月の15日に。でね、ちょっと駐車場代もクソ高いし、こっちで、もし使いたいっていう人っていますかね。使いたいっていう人、要は捨てるのはもったいないから、名義変更とかいろいろとやっていいから、使いたいっていう人います？ちなみに便所太郎くんからは70万円で買った車です。70万円で。事故ったら死にます。シートベルトないし、サイドドアもないんで、キューって曲がりきれなくて、三輪車だから急カーブ、キューって曲がってスピード出して曲がるとクルーって回ってガチャって押しつぶされて死んじゃう可能性が高いですけど、もしよければちょっと名義変更とか余計な手続きとかがで やりづらいから。タコスが買ってくれる。本当にタコスくん買ってくれんの？村まこのゲンチャリ、君7万円で買ったらしいじゃん。タコスくんが買ってくれんなら俺それどこ情報？マジで言ってんの？え、ガチ言ってた？ロリスは中古ハンター？どういうこと？本当に言ってる？5万じゃ売れないわ。タコスって金持ちだっけ？起きてるかな、この時間帯。あ、で、深夜か。本当に売ってんの？寝てんの？
遺産でがっぽり。ちょっとこの時間遅いな、さすがに。この時間ちょっと遅すぎてダメだわ。でもトゥクトゥクはね、残していきたいんだよな。捨てたくないからさ。さすがに廃車にするのはちょっともったいないし、全然乗ってないからさ。ただ別に車乗らなくても別にいいやって思ってきたんだよ最近。東京ってさ、電車があるじゃん、そこら中に。どこ行っても電車使えるから、電車の方が時間確実だしさ。特にその田舎とか行ったらもちろん車必要だけど、だからあんまりいらな、大津にあげろ、大津彩香さんにあげるの、いらないって言うに決まってんじゃん。いや結構ね、いいんだよ。涼しい。夏は風が入って涼しいし、小学生からは、うわ、何やれって指さされて追っかけてくるから。小学生たちがトゥクトゥク見かけると後ろから、何やれって言ってみんなが追っかけてくるから、ね、それで欲しい人っています？誰が？ゆいがさん？ゆいがさんが欲しがってるの？トゥクトゥクを？なんで？ゆいが、小学生に追っかけられるから、どんな理由だよ。そんなさ、無粋な理由で売れるわけねえだろ。ね、小学生が、うわ、何あれって言って、ゆいがさんに追っかけてくるかって、そんな理由でゆいがさんには売れませんよ。さすがに。ないの、免許。セルシオ持ってなかったっけ、ゆいがさんって。あれ、ゆいがさんってセルシオの免許持ってたんじゃないの、あれって。ないのかよ。売れないのかよ、もう。誰か、いや、もしね、じゃあ、もう、期限が短いから言ってんの。で、共同で使いません？僕と。共同で。鍵、お互いの鍵持ってさ、共同で使いたい時に使うっていうやつ。その代わり、管理はあなたがしてねっていうやつ。管理はあなたがしてください。大仏の家に置かして、あ、それいいかもな。大仏くんの家に置かしてもらえないかな。あいつんち、だって駐車場あるでしょ？余計な。大仏ハウスに、大仏ハウスにさ、どんぐらい管理してもらえればいいよ。大事に管理してくれる。使っていいから、アーカス後ろに乗っけていいからさ、アーカスを後ろに乗っけてもいいから、使って、誰かにちょっと預かってほしい。で、使いたいときは俺も使いますって言ってさ、やるから。壊したらガチ切れするね。大仏の家に行って、俺も今からね、修理代の代わりに泊まらせろって言って泊まるよ。5週間。5週間じゃ済まないね。壊したらブチ切れるね。俺の命見、俺だって大事に使ってるんだからさ。下手に使ったら。トゥクトゥクでね、アーカスとカーセックスした瞬間に俺ブチ切れるからさ。後ろの座席使って。な。そういうことしないんだったらいいよ。シート汚したり。変な汁で。俺アーカス全然興味ない。俺悪いけど、なんか俺がアーカス狙いって言ったけど全く興味ないです。悪いけど、なんか俺発狂する人ダメなの。なんかやめてよって言ってこれで 手出してさ、引っかいたりするのダメなの。規制開けて。だからアーカスさんは悪いけど対象外です。トラウマがあるから。大きな声上げてやめてよって、こうちゃんやめてよって言ってこんな風にさやって、絶対無理。何がこうちゃんだよ。こうちゃんだ。なんつ名前だっけ、あいつの本名。忘れたけど。高台だから。なるほどね。終わろうかな。明日早いし、みんなワールドカップ 見るために寝てるだろうし。な。でもなんで休憩もさせずにさ、すぐ試合するんだろうね。一日ぐらいさ、休憩させてやれよ。じゃあアメリカにとってもハンデ戦じゃん。なんで昨日試合やって次の日連戦するんだろうな。休ませてやるよって本当に。じゃあアメリカ有利じゃん。ワールドカップじゃないの？ WBC でワールドブリザーズカップって略じゃないの？ワールドベースボールカップか。
おい、町会議の料金が高すぎるぞ。だから言ったじゃん。2日間で9000円、1日5000円。スポンサーがつかない分ね、今回入場料にしわ寄せが来たの。あ、クラシックね。どうだっていいよ。町会議行く人、だから町会議今回失敗したらもう終わりだと思ってるよ、町会議は。最後の町会議かなと思ってる。ニコニコ全体の悲しいことに。9000だよ。何があるのそこで。なあ。別に有名、会いたい人がいるの誰か。行くな言ったらまた金あげるぞ。いや、僕は行くけど、2日間ね。行くよ、もちろん。そこで初めてリスナーさんとの交流を得なきゃいけないから。他に交流するところないじゃん。全く。リスナーさんと。唯一、配信者がリスナーと交流を持てる場所が町会議でしかないからさ。慣れはしません。サイン会もしませんよ。前回は、党であれでね。でもあれを配ろうかなと思ってる。ファイル。クリアファイル。クリアファイルは、まあ、クリアファイルとシール配る。ただであげるよ。ただであげる。俺は売らないから。芸能人気取りなの？気取らないよ。会場で捨てる、捨てられてた。本当に悲しかったね。俺のクリアファイルがさ、こともあろうに、男子便所のね、ところで捨てられてた、階段に。配信でも言わんかったけど、本当にだからそれ丸めて俺がポケットに入れといた。何のために俺配ったんだろうなと思ってさ。俺の N 国党のシールとともに。N 国党のシールとともに捨てられてたんだよ。便所に。階段のところに。置き忘れたのかな。来てもさ、まあ、あと僕一つだけ言うけど、あそこには行かないからな。檻みたいなところ、あそこに行ってさ、なんか長蛇の列になれて、はい、じゃあ次の方、どうぞ並んでください。はい、どっから来たんですか？あ、まるまるさんですね。いつも見てくれてありがとうございます。言ってさ、こうやってね、なんか、はい、これシールです。はい、どうぞ大事にしてくださいねって言ってさ、長蛇の列作って、一人5分ぐらいさ、サイン書いちゃって。そのためにどんどん列ができて、はい、私の行列すごいでしょ、見てくださいよって言ってさ、一人一分にしろよ。ねえ。一人一分以内にしろよ、会話するんだったら。5分もさ、後ろで待ってる人たちも考えろよって話じゃん。いや、誰のことだよ、わからないよ。ゆっくりサインにするんじゃなくて、一人一分だよ。待ってんだから。関係あるね。おにゃんこ世代の夢が叶ったらしい。あ、そうなの。とろみさんのおにゃんこ世代の夢が叶ったんですね。じゃあ、町会議でとろみさんは、おにゃんこクラブにね、おにゃんこクラブに入りたかった夢が、町会議をもって叶えるんですね。あなたの夢。とろみの夢が走ります。町会議で。よかったですね。どうせさ、ミニのワンピースとか着てさ、フリフリの松田聖子みたいな服着ちゃってさ、バッチリ化粧決めて、マスクここまでさ、して、ね、決め込むんだでしょうね。そんなんだから、サダのおかずにされるんだよ。な。これ、リスナー情報提供でですね、また、余計な情報があるけど、ね、サダが、ね、ミニスカポリスで抜いたんだって。聞いてください。パカカツだっていうのはまあそうね。でもや抜いた。トロミさんのさ、ミニスカポリスよ。あれよ。ミニスカポリス。あの手錠持って逮捕しちゃった。あれでちょっとお世話になりました。ね。こうやってどんどんモンスターをね助長させてんだよ。トロミさん。あんたがな、モンスターハンターなんだよ。
ね、ミニスカポリスの着て手錠見て、さださんはこれを見てあなたおかずにしたんだよ、ユーニコと書いてな、あ気色悪い、悲しき巨人だよね本当に、うん、知りませんよその哀れな巨人、本当に哀れな巨人だよ、何が悲しくって、とろみのさね、ミニスカポリス見てさ、さださんがさ抜かなきゃいけねえんだよ、この悲しい巨人の姿見たかよ、朝のコメントのない散歩で、うん、気色悪い、自販機登っても炎上しないやつの話はいいよ、すいません、アフランのメイド喫茶行けよ、嫌だよ、うん、なんかね、なんかその自分はお金1円も出さないくせに人にクラウドファンディングに出させて、なんか利益を得ようとかさ、虫が良すぎるんだよね、なんかそれでなんか男生のうち禁止ですとかさ、過去に犯罪やった人は入れませんとかさ、なんかあんまりそういうのはちょっと、で頑張って山手線一周歩いてますよすごいでしょうって言うけど、誰でも歩けるわこの時期に、山手線一周なんか誰でも歩けるわ、普通に歩けるわ、うん、アフランは避難球狙ってるらしいよ、知らないそれは、うん、誰でもできるよ、 俺やったことあるもん、過去に余裕でできたよ、もう一周やろうと思ったぐらいだ、簡単すぎて、うん、山手線一周でしょ、普通にできるよ、時間かければ誰でもできるんじゃない、だって休憩所もいっぱいあるし、コンビニもいっぱいあるし、ちょっと疲れるけど、まあ、頑張ればできますよ、道間違いなければ、簡単、レベル G3 ぐらい、うん、でもそれで頑張ってって言われても、まあ、うーんって感じ、加藤純一のスーパーゲーム大会が何、なんか食事について、なんか加藤うどんっていうさ、カスうどんのことをさ、加藤うどんっていう名前にして売ってるんだってね、なんかそれがなんか YouTube かなんかで見たけど、ゴーストなんとかだって、ゴーストメニューよくわかんないけど、よくは何なのあれは、うん、ゴーストキッチンってどういう意味なの、何、俺もよくわかんない、何ゴーストキッチンって、お化けが作る、何ゴーストキッチンって、ゴーストキッチン、何ゴーストキッチンってどういう意味がわからなくてさ、ゴーストキッチンどういうことなの、で店舗での料理提供がなくデリバリーのみを、そういうことなの、それをゴーストキッチン言うんだ、へえ初めて知った、うん、何、じゃあデリバリーしたものを売るってこと、ゴーストキッチンってことは、うん、わかんない、俺呼ばれてないからさ、そもそも、うん、どういうことなのかわかんないわ、詳しい内情がわかりません、2歳のエロボイス知らない、ほんとここら辺で、ね、ニコ生最近見てないからさ、わかんないですよ、バーンされてた1週間あったんだけど、ニコニコ生放送マジで見てないからさ、うん、だからどういう何がどうあったかが全然理解できない、ほんとに興味なくて見なかったから、自分以外のやつは見てない、2歳さんも消えたな、そういうの消えた、名古屋でね、うつつを抜かして、コラボしに行ったあたりからどん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 と、減ってった、うん、行かなきゃいいのにさ、自分から自らさ、そのなんか名古屋にコラボするとか言ってさ、行って旅部にはコラボ来んかったくせに、何なんだろうあれは、本当にさ、民法に確定申告したか、したって本に言ってるの分かんないよそこは、うん、だって確定申告したかどうかなんて、だって民法が1万5000円で済んだって言うけど、済むわけないからな、そんな、でもそれはまあ別にいいけど、分かんないから、そんなの旅部もう決まったのかな、旅部っていつやるの、今回僕出ません、今回選挙のあれがあって泊まりとかできないから、で行けないんですよ、だから3月はちょっとお休みさせていただいております、旅部は、はい、旅部はちょっと今回選挙のもうやらなきゃいけないから、うん、ダメです、メスゴリラが、いや全然メスゴリラ嫌いじゃないよ、
ただただきょあのなたメスゴリラが来るから嫌だとか関係ない。俺メスゴリラが来ても別にふーんって感じで対応しますよ。終わろうかな。もうとかもう忙しいんだよ今日、今月、今週だって。なんか乗り見どあるし、あと東博樹さんとの雑談公式復活でもあるし、やることがいっぱいあるんだわ、やることいっぱいあるよ本当に。ノリミドってまだ YouTube でやってる。 YouTube に移行してやってます。オープンレックが終わっちゃったから YouTube に移行して、石川のりゆきくんとね細々と月1回でやってます。でも旅部は泊まりだからできないっつっての。日帰りだったらいいけどさ、泊まりだからできないんです。配信もやります。ボットン公式ついなんか番組やってたね。でも興味ない、全然興味ないし、なんか恋愛についての番組やるっつけど呼ばれなかったね。あ、いや断ったわ。呼ばれてないわ、そもそも呼ばれてないわ。これでしょ、なんだったかな、なんか見たよ、なんかあで野田がなんでいるんだと思ってさ、なんだっけな、なんかあの生主同士で恋愛の番組やるっていうのがなんかあった。どれだったかな、ちょっと待ってね。生主でなんか恋愛の番組やるとかいうなんかことやってたの。どれだったかな、ちょっと待ってくださいね。どれだったかな、みんな辛いの食ってんだね。これだ、なんかねえ、ノービオ学園だって。出演者が出れるの、両欄でしょ。ほんでね、野田椎茸っていうの、あとね、この人とこの人この人、何があなたの恋愛を最多に見の、なんだろうね。多分だけどこれね、俺が出てきたら僕 NG の人が何人かいるんで、多分これ企業番組でしょ、どっちかっていうと。企業番組だから、どっちにしても出なくて十分だ。あと、これ。何これ。もう、さあ、これよくわかんないんですけど、もう全然知らない人が今、もう、まあ、いいことですよ。全然知らない人が出てくるのは。まず、1位の人知らないんですけど。誰でこの人、ね、このアワードを抜かしてさ、なった人、誰こいつ。ねえ。どうせさ、まあ見たことないけどさ、なんかおっさんが、ね、むさ苦しいおっさんがさ、ね、ベッドでゴロンと横になりながら、ね、眉毛のつながってそうなさ、角刈りのさ、なんかガチホモに受けそうなおっさんがゴロンと寝転がりながら、あのパチンコ毎日打つだけのワクワクか知らんけど、もう全員デブでおっさんが占めてるってさ、1位から3位までは全員デブのおっさんが占めてて、4位がミラーマンでしょ？ミラーする人でしょ？もうなんかもうダメでしょこれも、ニコニコのままさ、これでまたアワードでこれになったらもう目も当てられないよ、でこれがコメント瞬間風速、瞬間最大でね、これ暗黒が1位だけど、こんなもん一時バーって盛り上がったらうわってなるだけなんだから、これさ、アクティブでみんながねコメント打った瞬間風速のあれが出てるだけです。いやー、もう悲しくなるよ、これの見てると。なんか、もう必要とされてないかもしれませんね。そろそろ暗黒放送も、お役御免の時代が来たかもしれません。田中さんがね、なんだかんだ応援、昔から言ってくる人が言ってるかもしれんけど。全然嬉しくもない、悪いけど。全然自慢でも嬉しくもないし、その時ね、多分だけど、デカモモさんが出た枠かなんかで、うわーって盛り上がっただけだかと思うよ。人の力で盛り上がっただけだもん、誰かの力で初めてうわーってなってるだけだと思う。忍法がさ、ここでさ、チンポやけどしたとか、そんなレベルでしょ、
かんない。でもあの放送バンされたからどの放送かわからないよ、ね、もうだからニコニコ全体がもう人は減ってんだよ。だからもう言わずと知れて、ニコニコ生放送全体がさ、どん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 と他のサイトがね、やっぱり伸びてるところがあるから、そっちの方に人が移動してみんなそこに行っちゃう、うん、でそれを防ぐためにいろいろとね、もう手こ入れしていかないとマジで本当に終わってしまうサイトになっちゃうと思う、先を見てると、うん、なんでみんなサッカーばっかり見らしてたんだろうなと思いますよ。それはありますね、そろそろ眠くなっていたわ、もう今日ごめんなさいね、今日まだ復活初日だから、あんまりねトークにキレがなくてすいませんでした。普段のようなナタのようなね、ナタで切り裂くようなトークができずに、今日はまだ復活1日目だからあんまりね面白いこと言えずにすいませんでした。あとスペースでさっき喋りまくっちゃったからです、ネタがなくなっちゃいました。配信でやる前にスペースでペラ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 と気持ちよくなって喋っちゃったから、すいません。眠い。正直眠たい。ああ。お絵描き？いいよ。じゃあお絵描きやるか。じゃあお絵描きやったら寝ますね、僕も。なんでスペース配信やりたかったけどできないからじゃん。配信やりたかったけどできなかったからスペースに逃げたんだよ。悔しいけど。なあ。俺本当はさ、今日の立花さんと栗田重隆、いや、じゃ栗、あの、川上会長のさ、やつをさ、生放送で実況しながらずっと喋りたかったのに、ちょうどバンされたんだよな。俺4月21日に対談すると思ったらさ、こんなに、あ、すぐ最近じゃんと思って。いや、やりたかったよ。地獄だった、本当に。スペース、コメントがないからね、感覚がわからないんですよ、スペースは。テーマは、じゃあ、ね、薬と笑える絵でいいよ。笑える絵にして。なんか俺を笑わかしたら、ね、面白いなと思った絵描いて。自分の、とんがり、うんことかちんことか、ただの悪口って文字の人は紹介もせずに次に飛ばします。あと、なんかこうやってかたどったやつとかね。寝ようぜ、もう。俺も寝るよ、眠たいよ。あと全然今日ダメだった。今日復活1日目で全然喋れてなくてすいませんでした。あ、眠くてしょうがない。やっぱ眠い時に配信やっちゃダメだね、無理して。1時半まで起きてたのが良くなかったよ。眠くてしょうがないんだね、今日は。でもトゥクトゥク、タコスから連絡ないけど、トゥクトゥクってさ、本当に、もしよかったら連絡ください。トゥクトゥクを今後ね、関東に住んでる人でもし預かってくれるそうな人、トゥクトゥクいたら、お待ちしてます。その代わり僕も使えるようにしてね、鍵使っていいから。置いてくれるところ。で、使ってくれる人だったら、もう、だから、茂原のに預けて、大仏が掃除、洗濯全部やってくれるんだったらいいよ。車の管理と、ね、ちゃんと、あいつ、結構手入れ好きじゃん。ああいうの。うん、だって、今使えないもん。今使えないからさ。金取る？うん、いいよ。月に2000円渡すわ。2500円。月に2500円でいいわ。あ、月に高いな。2000円でいいわ。月に2000円で契約でいいよ。うん、安くない？ 2000 円なんて。トゥクトゥクもらえ、まで乗れて。メンテナンス代で。本当にお得だよ。うん、向こうにとってもお得だよ。俺のトゥクトゥク預けるだけで2000円もらえるなんて。毎月。そう、2人で乗れるし目立つし。じゃあ A 紹介します。1人目、
これ。何がしたいのこの人。牛なんて書きやがって。1点です。次、次、はい、次ペンネームディスクさん、締め、次1点です。次ペンネーム筋肉オスマンさん、なんか目がと変な方向にテリーと見たんじゃない。3点です。次ペンネーム、ゲスニャンレイカさん、花見レイカ誰これ。2点です。次ペンネームアサミータさん、ノブオ VS、ね、さっきのね野村幸男の人ですかね、スペースの。2点です。次ペンネーム劇団ひまりがっきーさん、逆戦理由バカ。1点です。次ペンネームモノさん、じゃあやめーなんだっけ、絵が汚すぎる。1点です。うん、次ペンネーム、オワコン生ポ業者全員さん、ドボでつばら台早くしでかすゴビダバボって書かれててね、もうね最近元気なのこの人。2点です。なんか今日あんまりいい絵がないんだけど、伊藤福島って偽物でしょ、気持ちいいっつってなんか鼻マスクとか入って。2点です。次ペンネームのりくんさん、川上ないもうね水色の茎でこれうまいね。5点、これは5点だわね。今日汗だくだったからね、うん、今日汗だくだったわ。次ペンネーム、まんちゃんさん、番掛けをね、ありがとうございます。 なんか裸なのが気になるけど2点です。次ペンネームガチケツクセイさん、誰このガチャバでグラサンした人、これ誰誰が書いたんだ。あ、目玉さん。2点か。はい、次ペンネームまめまめ坊や、10万円で済んだわね、おったんくん。君さ10万円で済むわけないよね、明らかに。悪質悲劇ですよこれ。4点です。次ペンネーム、ゆきちゃんの子宮で冬眠したいさん、巨人そのまんまだよ君ね。うちのさコートの投手に対して巨人ってさひどすぎるよ。4点です。次ペンネーム藤本たつき本物さん、ブーバーン緑やんやれ。あ、今度やりますね、分かった、今度やるわ。4点です。上手。ペンネーム、とろみでしこったさださんの絵ですね。2点です。とろみでしこったさださんの絵です。2点です。次ペンネーム、あ、止まっちゃった。もうさニコニコってほんと重たいなこれ。なんだこれ。なあ、やっと動いた、うん、おはようございます。インターネットだって、うん、チップスターさん2点です。パソコンじゃないよこれは、完全にネットっていうか、ダメだ固まった。ああごめんなさい、固まりました、こんな気色悪い絵で、うん、固まった、固まっちゃった、もう、もうさなんで固まるのこれ。ニコニコさん本当に使えねえよ本当に、これじゃあ、使えないわ、ダメだこれ、うん、すいません。というわけで運営のですねミスで、せっかく描いてくれた絵がですね台無しですよこれ、うん、運営がさね、せっかく描いた絵が台無しですよこれじゃあ。いやー、せっかくリスナーさん描いた絵はお宝ですからね、それをお宝を消すなよ本当にさ、うん、いや川上さん悪くないよ。もう一回、
もう一回やるか。次止まったらすいませんね。うん、せっかく書いてくれたにさ。なんでかもしれん思ったよ。でも今回の川上さんはマジで、あの、いい脇役として大活躍したよ。あれで川上さんは責められない。あの場所に出てきてしっかり喋ったことは、本当に大人としてのね、まあ、負けてしまったけどね、結果としては。でも、ああいう場に出てきて喋ったことは、面白かったからよかったよ。立花劇場の名脇役としてさ、ね、名を残すよ。立花さんのツイートも何見てみよう。立花隆。眠たい。もう寝ようかな。うん。知ってるよ。これさっき見たじゃん。うん、これでしょ？バカだねって言ってる。うん、ね、うん。見たよ。でも僕も語学力ないからな、本当に。人のこと言えないけどさ、あんまり人と昔から喋ってない人ってね、苦手なんだよ、人と喋るのは。だから、逆に言われても、うーって頭が詰まっちゃうんですよ。頭が良すぎるとね、その、言葉がいっぱいパーパーパーって思いついちゃって、その中からどれを引き出そうかというのが反射的にできなくなっちゃうの。要は、バカってさ、すぐに頭からピッてさ、ものが一つしか引き出しがないからすぐ取り出せるけど、頭がいい人っていうのは5段重ねのタンスの中に言葉を詰め込んでるから、そっからね、どれだったかなって探しながら選んでピッて出してピュッと口から出さなきゃいけないから詰まっちゃうんですよ、言葉が。それはね、本当に天才がゆえに悲しきね、そのトーク力のなさなんだよな。うん、眠たい。あと60分になる。みんな、え、お絵かきしてんだ今。コメントすると、コメント、お絵かきするとコメントが減る。目が痛い。なんかすごい目が最近チクチクする。目ん玉にさ、小さな小人でも住んでるのか、これ。目ん玉がチクチクする、最近マスクかぶって。明日野球見なくていいよ、結果だけ見て。明日野球見たいっていう人いる？結果だけ見たらわかるから。どうせ目覚まし時計かけて。ね、見てりゃいいんじゃないですか。俺は寝るけど。うん、結果だけ見てるとイライラするからさ。うん、だって、明日野球見るために会社休むとか、学校休む人とかいないでしょうね、まさか。本当に。野球好きだけど、なんか、4年前、2007年ってここまで大騒ぎになってなかった気がするけどなと思って。なんで今年こんなに大騒ぎしてんだろうと思って。だって、2007年の頃って全然騒いでなかったよ。そこまで。急に騒ぎ始めたじゃん、ワールドカップって言って。うん、あ、大谷がいるからか。見てるんです。謎の団子。次。ペンネーム伊藤福島。同じやつばっかりじゃん。ツイッチ行くわ。誰こいつ？このメガネのやつ。2点です。誰こいつ？本当に早く言ってほしいよね。次。ペンネル、バニラデイズ、中翔さん。やめてよ、このさ、埋める、埋める、UMA、ユンテカユンテカ、埋めるって言ってさ、テンテンニファンジェン、ペペ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 ペって言ってさ、二度とこいつのオープニング流してやらねえからな、これ、マジで。5点です。次。ペンネーム鳥山明さん。首かなーって言って、とんでもない顔がデフォルメされてますよ。鼻が、のこぎ、ね、のこぎりザメみたいになってて、なんか前髪が当たる、首かなーって言って、なんか、これ、鳥山明先生の偽物だと思うけど、何点だろうな。6点。あ、いや、5点ですね。ワンピースの絵か。5点だね。はい。ありがとうございます。次。ペンネーム、あ、この人だ。チョムリジャさんの絵を飛ばしまして。ペンネーム、劇団ひまわり学校さん。何の絵だよ、これ。
なんかさ、もう俺次合わす顔が ないんだけど、はい、3点です。はい、次ペンネームのりたのりくんさん、8万円のメガネがね、自分を磨くんじゃなくて周りから磨くね、典型的な。この人さ、お金あるんかな、なんでこんなメガネ買えるの、ね、8万円のメガネ2点です。次ペンネーム一ノ瀬バギナさん、うな、え、怖い絵描かないでくださいよ。よく絵だけでここまで怖いか表現できるな、うん、これうまいじゃん。6点やよバギナさん、6点、ね、絵上手だよバギナさんは、はい、うん、こんな感じだね。次ペンネームドラクエモンスターさん、何これ、何のな誰をこれ、鼻の下伸びた、これ誰、この鼻の下伸びた化け物って、村なんとかさん、あの悪いけど1ミリたりとも興味ないですね。え、村なんとかさんに対して1ミリたりとも興味ないです。俺鶏ガラタイプじゃないんで、鶏ガララーメン好きじゃないんで、はい、多分忍法もネタだと思うよ。忍法も、ね、ネタで好きだって、好きだって言ってるだけだと思うよ。次ペンネーム大学院生さん、あなた自首してて、ポロポロって泣いてますね、大粒の涙をね、ひげ生やしたね、あの伊藤ロリキがね、ポロポロポロって泣いてますよ、うん、ね、ビッグジーポって書くな、ね、自動ポルノが好きだからね、ビッグジーポって書くな、はい、何がビッグジーポだよ、ビッグニートだよ、うん、ジーポって書くなよ、なんかさ、ジーポって嫌な名前だよね、自動ポルノって言って決まったわけないのにジーポって書かれてんだよ、ひどい悪口だよなジーポって、うん、ビッグジーポってさ、一生つきまとうのこれって、ね、これで許さ、いつ許されるの、ちなみにもう許してやってよ、しばらく2ヶ月ぐらい経ったんだから、もうみんなも許してやろうぜ、そろそろ許されないのこれは、いつまで言うんだよこれ本当にさ、なあ5年はやれる、はい、分かりましたよ、絶対に許、どんだけ怒ってんじゃん、次ビッグジペン、次、ペンネームミラボンさん、ティーカップになっちゃった、そんなにでかくなってません、あ、今度さ動画が上がるから待っててね、ハゲあの AGA のまだ向こうの出てないけど、次ペンネーム何ですか、 NHK ブラザーズなんですこれ、2点です。ペンネームチポンさん、寝てる汗だくにだね、似てるね、3点ね、汗だくノブを、ね、だったら脱げよなと思った、ね、あんなに暑かったのになんで戦闘服とか着てさ、水色のさジャンバー着てさ、サウナースーツ着てさ、汗だくになってたんだろうね、脱げばいいじゃんと思ったけどさ、立花さんにまで突っ込まれてたよ、めっちゃブチ切れたから、ね、ちなみに分かって見て画面から伝わったけど、川上信夫会長はめっちゃブチ切れてたね、内心腹渡りにえくり返ってたと思うよ、あれ相当コケにされて、全国にさ集体さらしたから相当怒ってると思うし、一つだけ言えるのは、絶対次の NHK 党に川上信夫さんは投票しないことは 100% 言います、絶対川上さん N 国党に入れないでしょ、もうこれで、まあしょうがないよ、有権者の貴重な一票を失っちゃったけど、はい、次ペンネームカズゼロさん、結婚しますって言って、目ん玉がドルド箱になったよね、女と、なんかこの変な人が、あ、結婚すんだ、へえ、まあいいんじゃないですか、はい、うん、もう今全く関心ないけどいいんじゃないですか、1点です。次ペンネーム浅見板さん、これさっきのおばさんじゃん、ね、忍法くんの顔ですね、はい、上手、2点です、ね、なんかこれなんか選ばれやすいコツでもあるのかこれ、ペンネームゲストさん、そっくりすぎるわ、川上信夫会長の顔をリアルに描かないでください、5点です、うん、これ上手ですね、5点です、10点満点中ね。次ペンネームこれさっきのやつ、レスレイカさん、1点です、恋のぼりレガシーレイカさんね、はい、まあ、上手ですね、2点です、2点かな。次ペンネーム沼っぷ暴走バージョンさん、怖い、描くなよ、1点です。ペンネーム立川の狂犬と立花です。
ペンネーム作立川の狂犬と立花の打犬バカ犬、うん、2点です。ペンネームかかしくんさん、同説5000人なのにアクティブ60人、ツイッチは800人、トークは全部作り話って言って石川のりきの絵が描かれてます。トークが全部作り話、石川のりきさんのことをアクティブ60人でツイッチが800人とか悪口書かれてますよ、はい、2点です。トミーさん、おごりだよ死ね、なんか見たわこれ、ちょっとなんか画像が上がってきたけどさ、わざわざさミニスカ履いちゃってね、ほんで逆に誘ったけど相手されず、ね、なんかさみっともなかったねこれ、もう見たくなかった、ニコ生の中でも一番汚い部分ね、な、うん、Z 世代の陽キャキャラ作ったねやつと、まあ、興味ないからどうでもいいや、1点です。次、ペンネーム、はい、白すぎる、これ闇にも程がない、極上って書かれて顔面真っ白にされてますよ、1点です、あ2点です。次、ね、ペンネーム七七さん、誰これ、これ誰を書いたんですか、これ目と目が離れて、これ誰、いや分かんないよ本当に、2点です、2点でですね、はい、よく分かるな絵で。ペンネームポップさん、メソッド教えようか、出た、出ましたよこのメソッド男ね、女性の皆さん本当に目白伊藤福島王将ね、この3人にはくれぐれもですねご注意ください、女性のリスナーさん配信者さんよろしくお願いします、うん、次、ペンネーム終わりさん、パソコンの壁2点です、ありがとうございます。次、ペンネーム井上ふぐりさん、ひっぺ返しやれ、これさ要は昔さお花見で場所取りする人たちのブルーシートとかひっぺ返してたんだけど、よく考えたら怒られちゃってさ、これでなんか公園の管理してる人から犯罪ですよって怒られちゃったんだけど、犯罪なのかなと思ってさ、だからそれからやめたんだけどさ、なんか犯罪らしいのね、ひっぺ返しやると。でも場所取りってよくないじゃんルール上で。でこれもさ、よくタバコ注意するとか、タバコ注意したり路上ライブを注意するとか言ってやってんだけど、だったらそれもアウトじゃんね、警察でもないのにそういうことやってんだら犯罪じゃないと思うんだけど、だって毎回迷惑してんだったら場所取りってやっちゃいけないんだよ本当は、お花見の場所を取ることって、うん、窃盗、これ、うん、何罪か分からんけど、でも警察に聞いたら別にも犯罪じゃないですよとは言ってたんだけどね、あいや公園の管理者に聞いてくださいって言われて、要は公園で管理しているものだから、そこで第三者がそれを移動させるっていうのはなんかダメなことみたいなこと言ってたわな。そう、前上の公園でやってたのに、昔はひっぺ返したりとか言って、あのブルーシーね、あの誰だっけ、あの人、あの女の人誰だっけ、あれ最近あの美佐子じゃなくて何やったっけ、前やってあれ美奈子か、美奈子さんと僕とあと誰か佐田さんもいたかな、うん、ヌマップでやりたいな、でもひっぺ返したい。ヌマップでさ、人のためになることとか言ってな、お花見してる連中のね、あのただ物を言って、うん、でもさ一つだけ怖いことがあってね、言われたんですよ、とても怖いお話を。要は地元の暴力、あのなんかね、そのヤクザが場所を取ってるところ、お前らはひっぺ返したんじゃないかという疑惑が出てきて慌てて戻したことがあるんですよ、うん、怖いことに。まあやめとこう、あんまりですね、そういうことがあったから、あのちょっとね、いろいろと、うん、名案考えた、ヤブさんが場所取りすればいいじゃん、ヤブさんに20メートルぐらいのブルーシートで場所取りバーって取らせて、
そこに置いてもらって、でギリギリになったら、はい、撤去します、皆さんどうぞって、ヤブさんが譲ってあげればいいじゃん。それよくない？先に俺たちが場所取りしちゃって、ほんで、別にそこでお花見するわけでもなく、時間通りになったら、みんなに譲って、ね、あげればいいじゃん。ね、それが一番人のためになるじゃない？自分らじゃなくて。うん、ね。いや、寒いもん。家を建てるのめちゃくちゃだよ。次。ペンネームガリクソンさん、もうね、似ても似つかない適当な絵で描いて、トロミってね、普段アヒルの絵を描かれると思ったら、普通のリアルバージョンの絵を久々に描かれてるわ。1点です。次、ペンネームうたたねさん、誰これ。2点です。次、ペンネームタブトンさん、お話がありますって言って、ヒーでもほんと、3点です。次、ペンネームヌーボさん、鼻がカイジみたいな、もうカイジの世界だよ。これもう悪口だらけだよ。もう大津って名前出ちゃっとるよ。しかももう知らんぞ俺。2点です。次、ペンネームチンポの絵は出しません。次、ペンネームケンちゃん放送局さん、ケンポの首になってくる、もう顔が魚になってる。2点です。次、ペンネームも悪口だらけ、魚48だって。はい、魚42点です。次、ペンネーム豆豆坊やさん、ありがたきって。でも顔がもう悪そうな顔しとるわこれ。眉毛が点々点になってる。眉毛がなんか剃ったと剃りを点々点、ありがたきって言って、ギフトもらったらこんな顔してんの？ギフトもらった瞬間の顔作らないで。6点です。はい、ありがとうございます。次、ペンネーム食毛って誰？ヤブさんのヒゲが伸びて、誰かのこの気持ち悪い男の顔に乗っかってんだけど、食毛っていうタイトルでなんか出てますけど4点です。はい、ペンネームパンパンマンさん、死んで学ぶくんって言って、セーラーマーキュリーの絵描かないでください、ね、水野亜美の、ね、セーラーマーキュリーの絵描いてやらないでください、ね、声優は久川彩です。はい、IQ200 なんだって。次、4点。次、ペンネーム1点です。次、ペンネーム小林達明さん、誰これ？この似た、このなんか漫画の顔、誰これ？和尚？いや和尚じゃねえよこれ。加藤か和尚かわからないんで、これ和尚キッズなの？和尚キッズか、どっちだよこれ。似てるんだけど、加藤か和尚かわからんけど、まあ上手じゃない？6点あげます。加藤賞だよね。次、2回目だと絵うまいね。こんぐらいか。首かなって、俺とくっついたじゃないかよ。首かなって化け物書いて、俺とくっつけないでフュージョンさせて。3点です。次、文字の人は紹介しません。次、ホタルイカ売りますか、バイシミちゃん。もう、清水に連絡して、すぐに送ってくださいって言ったら、28番目ですって連絡来たわ。今年も楽しみにしてますよ、清水くん。清水に連絡すると、ホタルイカくれるんだよ、毎年。めちゃくちゃうまいからさ、そんなに生では、俺生食えないから、生じゃなくて、乾燥したやつって言っといた。イカ小じき、いや、俺してるよ、毎回、ペーペーで。はいって言って、送料渡してるよ。送料はちゃんと払うから、うん、生はダメ。アニサキスがいるから。ホタルイカは生食いが一番うまいんだけど、 2% の確率で寄生虫がいて、感染しちゃうから、だからダメ、うん。次、もう悪口ばっかりだもんこれ。魚人久保田お前クビな、こればっかりじゃんこれ。次対談怖いよ。次、ペンネーム煙さん、
サメ彼女に乗って陰行事故3年間逃げ切るぞいたって言ってさ、ひどすぎるよねこれ。6点あげたいんだけど、こんな悪口言う読めないよ。陰行事故3年間逃げ切るぞいって言ってさ、とんでもねえ悪口書かれてるよ。誰だよサメ彼女って。もうさあ次。こっちをご覧にならないでください。むしゃむしゃってポンちゃんがなんかあの目が痛い、2点。次、横山みどり描くと何の絵だよこれ。なんか怖い、描かないでこれ。3点です。似てないし。次、ベノムゲストさん、扶養家族ジッポ、なんだこれ。3点です。どういうことだ、どういうことだこれ。はい、以上です。ありがとうございました。ああちょっとやりすぎた、配信ごめんなさい、やりすぎたわ。ちょっと終わるわ、頭痛めてきた。ちょっと、いやもう限界来てる、限界来てます。眠くてしょうがない、もう。ちょっと久々に1時間半もやりすぎたわ。配信長くやりすぎ病になってる、これは。もうあといいよ。眠く、もういいでしょ。なんか、もう他になんか、ちくらんで面白いやつ見といて、今日は。誰もやってないの、今。誰もやってないの、もう。6、7が。でもさ、ね、人の手紙をさ、フライパンに置いて焼くとかさ、人間のすることじゃねえよ、お前。な、お前人間の血が通ってると思ってんの？人の手紙を読み上げて、フライパンで油で揚げて真っ黒焦げになるまでさ、焼くとかさ、人間のクズだと思ってるよ。ね、本気で。な、人の気持ち、そういう男には近づかない方がいいよ、皆さん。マジでクズだと思ってるわ、それは。やってることが本当にクズ。受けると思ってやってることが本当にクズのすることだから。こびてるとかなくて、本当になんか胸クソ悪くなるようなクズっぷりだなと思って。はい、終わり。もう動画はだ、もうやれない、怖いもん。動画はね、なんかバンされちゃうから、音楽枠にさせてやるなら。ほんじゃありがとうございました。映画枠、暗黒映画枠、あーワールドブリザーズカップ、あの WBC まで。でもさ、寝るじゃんみんな。暇なの、じゃあ暇なんですかそんなに。いやでも寝たいんだよね俺も。明日早いんですもん。まあ、考えるわ。映画やるとつまらんで書かれるんだ。映画流した瞬間につまらんで書かれるんだもん。つなぐのはいいよ、簡単だから。別にクリショーも俺もらえないし。つなぐのはいいけど、つまらんって書かれるもん、映画のこと。映画見たいですか、もう一回。映画。俺の作った名作映画。いや、いいんだけど、映画つまらんって言われるのがさ。いや、久々に俺も自分の映画見てみたいから、見ていい。久々に俺も自分の映画を一回流して全く見てないから。映画垂れ流すだけだよ。多分映画はバーンされないと思うからさ。じゃあ後でね、後でまた、じゃあ後でやります。じゃあ一旦終わりますね。すぐにまた。暇な人は見といてね。あの本当につ、あの映画、あの映画見といて、映画。じゃあわーわー言うとりますが、お時間です。さよなら、また後でね。あのちょ、目が痛くてさ、ちょっとマスク取りたい。いてー、なんで目が痛いんだこんなに。ありがとうございました。いや、寝ながら聞いて。さよなら。また後でね。